次に、えーとまあ、スライドのジャパンがザナンバーワンというところをです、ねえー、見ていただきたいんですけれども、えーねえーまあ、1970年代に日本は先進国の仲間入りをするんですけれども、えー、とそこから日本の製品をです、ね、海外の方にです、ね、えっ、ー、に輸出をです、ね、たくさんし始めるわけなんですね、まあ、多分これは結構です、ねまあ、今のもうアメリカ人の方々のイメージにはあると思うんですけれども まあ、1970年代、特に日本のです、ね、主要な輸出の中心となったもの、それはも,うもちろん自動車です。えー、トヨタとかです、ね、もちろん、えー、日産、ホンダといったようなです、ね、日本の自動車が、えー、世界中に、えー、輸出され始めます。えーまあ、日本のちょっと産業構造を簡単に説明したいんですけれども、日本という国はです、ね、資源が全くありません。えー、石油とか鉄鉱石はです、ね、海外の方から輸入しなければ。 えーと行けませんので全く日本では取れませんこういったものはあとまあ食料品なんかもですね日本は輸入していますけれどもまあ特にまあ石油とか鉄鉱石はですね日本がですねえーと海外から輸入して、えー、それをどうするかと言いますとそこをですねまあ日本人の得意なですねえーと高度なですね技術力で製品化しますまあ先ほど言いました自動車会社他にもまあソニーとかですねパナソニックと呼ばれるようなですね会社がですねえーとまあいわゆるえーと日本えーとそういった 資源をです、ね、加工して海外に販売をするという形をとってそこでですねやはり外貨を稼ぎまた海外からです、ね、資源を、ね、石油とか鉄鉱石食料品などを購入するというのがですねがいわゆる日本のです、ね、産業構造となっております、えー、また1970年代後半からはですね、まあ、もう日本企業の躍進が非常にすごかったので、まあ、ジャパンアーツナンバーワンなどとですね、えー、と称賛されるようになります 次にジャパンズナンバーワンの主演の始まりというところを見ていただきたいんですけれども、まあですね、先ほど言いましたように日本がです、ねまあ、たくさんの車とかを輸出することによってです、ねまあ、世界市場をあけ世界史上です、ね、石鹸はしたんですけれどもやはりですね、まあ 日本の独り勝ちをです、ねまあ、よく思わないようなです、ねまあ、国々が、えー、と世界各国で出てきてきます。まあ、その中でもです、ね、やはり当時最大のです、ね、貿易相手国であった、えー、アメリカとです、ねまあ、大きな貿易摩擦を、えー、巻き起こしてしまいます。まあ、特に自動車なんかはです、ね、もう日本の自動車が、まあ、アメリカでも売れすぎちゃうので、まあ、あの結構ワシントン DC のです、ねえー、とホワイトハウスの目の前とかでですね えといわゆるアメリカのです、ね、自動車産業で働いているような人たちがです、ね、ハンマーを持って日本車を壊すようなパフォーマンスなんかですね結構ですねニュースとかで、えー、と見たことある人とかあるいると思うんですけれども、まあ、そういったようにです、ねえーとですね、日本とアメリカの間で貿易摩擦が起こってです、ね、やはり、まあ、このままではいけないということで1985年にです、ねえー、とアメリカ側の貿易赤字をです、ね、解消するために、えー、プラザ合意というもので,すでして。 プラザ5位というのはプラザホテルという、まあ、ニューヨークにあるホテルで決められたんでプラザ5位と呼ばれてるんですけれども、まあ、そこで円高が進められるようになります、まあ、えと前の授業で言いましたように為替というのはです、ねえっと、非常に輸,入あ輸出をメインにしている国あ輸出をメインにしている会社にとっては非常に大事なもので、えっと、ト,ヨタトヨタとかです、ね、いわゆる日本の会社はです、ね、円安の方がやっぱり非常に嬉しいことでして、えー、それがです、ね、やはり円高が進められるとです、ね、やはりじ、えーと アメリカにですねやはり自動車を売るというのはですね大変なことになります、まあ、ちなみにですね当時のレートは1ドルで235円と、えー、これがですねプラザ合意後1年後には1ドル150円台になりますね、えー、そして現在80円台ですんで、まあ、本当にですねこのですね85年のプラザ合意以降ですね、まあ、本当にですね、えー、とドルの、まあ、円のです、ね、円高がどれだけ進んだかということがね容易に分かると思うんですけれどもまあ こういった円高の状況を見てですね、まあ、当時の日銀はですね、えー、と低金利政策というものをですね実施しますえー、とこれも前の授業で言,って言いましたように、まあ、日,本中央日本の中央銀行であるとです、ねえー、と日銀はですね、えー、と低金利政策を実施することによってですね、まあ、お金の周りを早くして経済をですね不況、えー、を防ごうとしたんですけれどもこれがですね、えーとまあ、このタイトルにもあるジャパンズナンバーワンの主演の始まりのですね バブルケーキと呼ばれるものをですすねででしまいまいは次にですね、えー、バブル景気について話したいと思うんですけども、まあ、バブル景気というのはですね、まあ、当時やはり日本の経済がある意味では一番、えー、好調だった時代ですね、えー、まあ円高解消のために日銀の肯定分配の引き下げにより円が余りまして、まあ、皆さんがですねお金が余っちゃったわけなんでまあお金というのはですね、えー、とまああの 前の授業で言いましたようにお金というのは持ってるだけで,です、ね、コストがかかります毎年毎年、えー、といわゆる利息という形でコストがかかりますのでやはりそのお金をです、ね、どこかに使わなければいけない、えーとですね、大量のお金がです、ね、それをです、ね、どこに流れたかというと,いうとです、ね、土地の価格と株価ですね、えー、とその2つに流れたことによってです、ね、その2つが交付します、まあ、当時のです、ね、東京の、ね、土地の価値というのはです、ね、東京の土地だけでですよ 日本ななんて非常に小さな国です、えー、と日本アメリカのカリフォルニアよりも小さな、えー、と大きさですんで、まあそのです、ね、その一部の都市である東京のです、ね、土地のです、ね、大きさで,です、ね、アメリカが2つ買えるとまで言われたぐらいと,です、ねえー、と価値があったと言われております。まあちょっとですね、やはり当時の日本人というのはです、ねまあ、お金の魅力にちょっとです、ね、中毒になってたような時代でしたので。 世界に行ってお金を,です、ね、もうお金を使ってです、ね、世界中のものをです、ね、買い争ったという時代でもありまして、えー、とまあロックフェラーセンターをです、ね、2000億円で購入やゴッのひまわりをです、ね、57億円で購入するなどと、ね、いうことが行われました、まあ、ちなみに現在、ロックフェラーセンターなんかももちろん持っていません、えー、その後バブル景気が崩壊した後にです、ね、売り払われるもう本当に安い値段で売り払われたそうです。 まあ当時のですね、えー、と映像なんか見ていただきますと例えばあの日本の中曽根当時のですね総理大臣だった中曽根首相なんかはですね、まあ、アメリカの製品を買ってくださいなんて逆にえと国民にお願いするぐらいですね当時日本というのは景気が良かった時代ですね。えー、とですねただしですねこのバブルというですね、えー、と夢物語のような時代はですねずっと続くわけではなくてですね えー、その後ですねバブルが崩壊した後、えー、失われた10年と呼ばれる英語でロストディケイドなんて呼ばれてますけれども失われた10年と呼ばれる超不景気に、えー、まみれまれす、えー、ちょうど僕がですね生まれた頃がですねバブル景気の陶器だったんですけどやはり物心ついた時に失われた10年だったのであまりバブルのイメージはないんですけれども日本というとどうしても僕は失われた10年のイメージが強すぎるんですけれども、えーっとまあ、失われた10年と呼ばれた時代にですねやはり金融危機によるですね 銀行とか証券会社がです、ね、相次ぐ倒産をします特にこのカッコに書かれている山一証券の倒産と呼ばれるです、ね、山一証券という一流のです、ね、日本の証券会社がです、ね、倒産するなんて当時の日本人だって考えてもいなかったことが起こってしまったということですねで不良債権問題不良債権問題というのは今でもです、ねえー、と苦しめられている部分もありますけれども、まあ、不良債権というのはどういうことかといいますと、まあ、お金を貸したんだけれども回収できないということですね それで回収できなかったらですね銀行も非常に困りますし、まあ、そういったことがですねたくさん出てきてしまったということですねそして、円高によってですね、まあ、日本でですね物を作ってですね売るとなるととな海外に売るとなるとですね非常にコストがかかるようになってしまったので、えー、と日本の会社はですね海外にです、ね、移転をし始めます、まあ、ここに特に中国と書いてありますけれども、まあ、中国以外にも,もちろんアメリカとかアメリカにもトヨタの工場たくさんありますよね。 まあそれはですね、まあ、こういった影響もあってということで、えー、とそういうことが行われました。まあ、あと貿易摩擦を解消するためというのもあるんですけれどもね、えー、まあそれによってまあ産業がですね、空洞化されて、日本でですね、雇用がですね、減って、就職氷河期と呼ばれる多くの学生が仕事にありつけなかった時代がやってきます。ちなみに就職氷河期というのは、氷河期というのはアイスエイジのことでして、まあ、本当にですね、えー、と大学をたとえ卒業したとしてでも、ですね、まあ、ちゃんとした仕事に就けない人がですね、 非常にたくさん増えてしまった時代でした。